愛けこの手紙読んでいるあなたはどこへ何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるかと、今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている、今を生きている。愛けありがとう、15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど、明日の岸辺と夢の船よ進め。今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は、自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて愛け、この手紙
呼んでいるあなたが幸せなことを願います。